はい、堀江さん今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、土井あかりさんです。よろしくお願いします。今回のゲストなんですが、慶応義塾大学、医学部教授の伊藤博さんにお越しいただきました。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、堀江さんと伊藤さんは初対面、オンライン対談みたいな、1回オンラインでご参加やったことあります。そうですね、多分堀江さんも本当ご興味のある領域だと思うので、まずは伊藤さんの略歴からですね、ご紹介させていただきたいんですが、京都大学医学部を卒業後、ハーバードとスタンフォードで、研究員をなされて、その後また京都大学、に戻りまして、現在は慶応義塾大学の医学部教授ということなんですけれども、専門が高血圧とか糖尿病ですね。で、あとはその再生医学のところを、主に専門とされているんですけれども、世界で初めてメタボリックドミノを提唱されたということでよろしいんですよね。そうですね。そうですね。2003年にこの考え方を示させてもらったんですけども、まだ当時はですね、例えば糖尿と高血圧が同じ人で合併するっていうこと自身があんまり知られてなかったんですね。ですからメタボリックシンドロームの診断基準ができたのが2005年ぐらいですので、そういったものがいわゆる肥満といいますか、内臓脂肪の蓄積が原因になって起こってくるということがようやく分かり始めた頃だったので、その流れですね。だからドミノの最初に肥満があるということで、そしてそのメタボリックシンドロームが起こって、いろんな合併症が起こってどうなっていくんだろうという、そういう流れを一般の方に分かりやすく示すような形でこの考え方を示させてもらいました。それってなんで、逆に言うと、僕らからすると不思議なんですけど、今当たり前のようになっちゃってますけど、それまではあんまりそういったものに対してのこう興味関心がなかったってことですか？実際に高血圧と糖尿の方が薄々合併するのが多い、糖尿病の人の半分が高血圧なわけですけども、分かってたんですけども、実際に我々の医学の世界の中で糖尿の人たちはもう血糖を下げることが一生懸命だったし、それから血圧の方もようやくその頃からうまく下げられるようになってきたので、なかなかそのお互いを見ることができなかったということと、やっぱり肥満ということがかなり前面になってきたの問題になってきたと思うんですね。でもまだ日本ではね、糖尿の方の半分は肥満じゃないんですよね。でこんな国はなかなか珍しくて、やっぱり欧米の方もほとんど肥満ですよね。肥満で糖尿ですけども、でも言いますよね、なんかその欧米型の人って割とこう膵臓が強くて、日本人って割とちょっと太ると、あるいはもう糖尿になるとなんかインスリンが出なくなったりとかして、要は膵臓が弱くて、逆に言うと太れないわけじゃないですか。アメリカ人とかってめちゃくちゃ太ってる人いますよね。あんな日本人ってあんな太るのって難しくて、要はインスリンを出すってことは、その体脂肪で血糖を吸収させるってことなんで、余分な血糖というかブドウ糖が細胞に入ると使わないんで貯蔵して大事に取っておきますみたいな感じで、インスリンがちゃんとずっと出せ続ければ、150キロになっても200キロになっても出し続けられるんであれば、それは太れるんだけど、日本人って逆に太れないんですよね。そうですね。今肥満の世界で話題になっているのは、いい肥満悪い肥満という考え方があるんですね。それから外人の場合でも2、3割の方はいくら太っても別に病気にならないんですね。で彼らうまくインスリンを出して、だからもちろん脂肪もつくんだけれども、それのインスリン抵抗性、効きにくくなるということが起こらなくてうまく太れているんですけども、日本人はもう基本欧米人のようにインスリンが増えるというフェーズがないんですね。いきなりインスリンが減って、もう増えないんですね。増えないんです。欧米の方は太ってくると水道も大きくなってインスリンいっぱい出すんですけど、日本人はいきなりインスリンが減ってくるんですね。それは民主的な民族的な問題が大きいんだと思うんですけども、ただうかうかしてられないというか、あっという間に悪くなるんですね、日本人。だから、そういうものが日本でというか、日本で問題視されてたからっていうのは、そういう経緯もあるのかもしれないですね。ですから外人ほど日本人はやっぱり肥満に強くないんですね。そういうところが日本からこういう考え方が出てきたのも当然ある意味そうなんです。当然っていうことです。ですから本当にこれは日本オリジナルの考え方で、もちろん外国の中の診断基準は糖尿病がある、肥満があるというのは並列に並んでいるんだけれども、日本だけは肥満があることが前提なんですね。だからこの考え方は日本のオリジナルの考え方です。なるほどね。この本当分かりやすいね、このメタボリックドミノの図もありますけれども、やっぱ日本の民族的なものが結構大きいというふうなことなんですね。ということで、昨今ですね、このコロナで免疫力の重要性っていうのが
まあ、よく言われるようになってきたんですけど、今回はですね伊藤先生とともに不老長寿のサプリ、まあ今言われている NMN ですねの全貌とですね、まあ、あと地上波メディアではまあなかなか取り上げないこともあるそのサプリメントについてのお話っていうのもさせていただきたいというふうに思っております。まずはサプリメントの市場規模から見ていきましょう。年間およそ今 1. これ国内ですね 1.4 兆円ということですね。これも年々伸びているんですけども、堀江さんまずこの数字を見て、どう思いますか？面白いのは、はい、全く役に立ちそうにないサプリを結構ありがたがって飲んでる人が多いじゃないですか、うん、あれはどういう現象なんですかね。いやだから僕必ず聞かれるんですよ、うん、よく僕メールマガジンとか SNS で堀江さんどんなサプリ飲んでるんですかみたいなことすごい聞かれるんだけど、聞いてどうすんだよとかって思うんですけど、これ機能性食品は医薬品とは全然違くて健康食品の部類、ね、まあ、健康食品というとなんとなく健康になる食品なんでもありだと思うんですよね、はい、だからここで、まあ、一般食品というやつですよね、うん、機能性表示食品というのはこれはきちっとしたガイドラインもあって、うん、まあ、例えば特保とかですね、うん、あれはもう国が認可するものですし、機能性表示食品は基本これは会社の責任だけれども基本これ科学的エビデンスがあるものなので、うん、一般の方はそのことも多分分かってないと思うんですね、うん、なんとなくこう、はい、健康にいい食品、うん、でも僕はやっぱり普通の健康食品と、まあ、いわゆるこの、保健機能食品というものはやっぱり違うと思う。ちゃんと分けてこれ考えないといけない、うん、まあまあ、あとその一般食品にも、うん、いや納豆は体にいいから食べろとか野菜は体にいいからどんどん食べろとか、うん、なんか肉は体に悪いとかもうなんか、まあ、間違ってる話も含めて、うん、いや科学的に間違ってると思うんだけどっていうようなこととか、うんうんうん、あとほらよくそのエビデンスがあるとかって言いながら、うん、要はじゃあ赤肉を食べると 1.2 倍死亡率が上がりますみたいなこと、うん、1.2 倍ってもう、まあ、言ったら誤差じゃないですか。そうそうそう、そうです。それデータとして確かに 1.2 倍死亡率が上がってるかもしれないが、うん、それって誤差じゃねえのっていうのは、いや堀江さんのその考え方を持ってる人がいないんですよきっと、うん、そうですよね、うん、だから 1.2 倍とかそんなどうでもよくって増えただけで物事を考えているから皆さんはまあ信じてしまう、うん、いやそれはだから100倍の死亡率とかって言ったらね、うん、そうそうそうあれですけど、はい、まあ、それは毒だなってなりますけど、うん、1.2 倍って誤差ですよね、うん、要は例えば薬医薬品ってありますよね、うん、医薬品って必ず基本はね必ず、効くか効かないかっていうのを偽薬っていう、うん、そのまあただの粉が入った錠剤みたいなものとこうまあ、テストをするわけですよね。比較したテストをするんです。ブラインドテストをやるんですけど、それでも 50% の人が効いたって言ってもそれでも医薬品として認可されないわけですよ、うん、7割ぐらいですよねあれ確か、うん、7割ぐらい効いてることがわからないと医薬品として認可されないっていうぐらいめちゃくちゃ厳しいのに、うん、1.2 倍死亡率が上がる食品とかを食べないとかっていうのはバカだよねっていう、うん、でも分かってないのにそれを実はこれ売ってる側が利用してるから。そうですよね、そうですね、企業の肩を持つわけじゃないんですけども、うん、まあ、医薬品っていうのはもう病気になった人ですよね。だからそれを治す効果を見るんだから比較的見やすいし、うん、何千人の人を使って堀さんが言ったように大体3割ぐらい減って初めてそれでエビデンスと言われるわけだけども、うん、これでもちゃんとエビデンスを要求されていて出てるんですよね。出てるけども健康な人ですよ基本、うん、健康な人をより健康にするとか健康な人が悪くならないようにするということを証明することは本当はできないはずなんですよね、うん、でも一応は国の方としてもガイドラインを求めていて、じゃあどんなエビデンスが使われているかといったら 20〜30人であって言われた通り 1.2 倍、もちろんそれは対象群もちろん設けて二重設けでやってても 20〜30人で 1.2 倍変わったことが本当に意味があるのかどうかすらわからないと。でそんなことはやっぱり一般の方はそこまでまず理解がないと思うんです。でそこは問題だと思う。だからもう要はその全くそういうことをやってないいわゆる健康食品だったり保健機能食品にしてもせいぜいその程度のエビデンスしかないわけで、むしろなんか飲んだことによるプラセボの方が効いてんじゃねえかっていう、いや私は健康食品を飲んでるんで健康になってるっていうふうに思う気持ちの方が実は効いてたりとか多分するっていう意味で言うと、まああながち無駄とは言えないという、うん、そうだからプラシーボ効果も別にその方の健康感を保つためには僕は悪くはないと思うんですよ、はいはい、でもそれにぼったくりでめっちゃお金を払わされたりするとやっぱりちょっとそこは問題だと思うんですね、うんうん、まあ、だから僕一番感動したのはプラセボ製薬っていう会社があるんですよ。
素晴らしい。そうやって前に全面出しちゃって言ってるって。プラセボ製薬っていう会社が本当にあって、プラセボの薬を売ってるんですよ。もうなんかお薬飲んだら健康になるって思ってる人っているじゃないですか。その人にはい、今日もこの薬だよって言って、中身はあの小麦粉だったりするんだけど、でもそれをちゃんと薬のパッケージにしてプラセボ製薬って会社が売ってて、面白いなと思って。そうですね、ある意味透明性高くやってるっていう。まあまあ、でもそういう話なんですよ、うん、まあ、自分の体のことを考えるっていうか、その数値を見ようとするきっかけになればね、うん、いいと思うんですよ、うん、割と男の人で忙しいかなんかそんなこと全然考えないですから、うん、それに比べるとずっと僕はいい部分あると思うんですけどね、うん、その一定の効果、まあ、でもまさにその辺のお話を今日はあの掘り下げていきたいと思うんですけども、まずですね、そんな中で、まあ、不老物質として今注目を集めている NMN ですね。